ましたね。こちら、やっぱり起きたらウルテ、それに頼んだのがプープーディング、これはハイムトンだね。あとは、ミノサンド、ミノのところです、アイタナマーゴ、これが、ウルテ、喉の軟骨ですね。これがハイプブギ、この赤いところがね、いいですね。でこれがミノサンド、ミノは脂身の多いところだね。いい感じだね。でビールをいただいているという感じです。さていただいてみましょう。プップギはもう食えるね。すごいね。続きまして信号料金払い口。信号はまあ新聞ね。四本は、信号近く動脈。では払い筋ですね。払いの筋。やっぱり払いの周りの、筋で柔らかいところなんですよね。ラブラがやっぱりあるっていうそういうようなところですね。よしよし、こんな感じでまでいたしましょう。腹の筋が結構いい感じで選べてきてます。やっぱり腹の味合いがしっかりしてそれに脂がすごい乗ってくるそんな感じなんですね。
ょっとレバーっぽい味わいなんですかね。なんかそれとは違って、ゴリゴリはやっぱりこの味わい、歯ごたえですよね。心臓の近くの動脈なんですけど、部位が違うだけです。部位がこんな近いのにね、全然味わいが変わりますね。続きまして、つらみ。カルビスチ、この3つをね、とりあえずいただいていきましょう。ああ、いい香りがするわ。いやうまそう。さてさて、行きたいと思います。でなかなかね、ここを知って冒険ができなくなった。いろんな店ね、鶴橋でも行ったんですけど、やっぱねちょっとがっかりしちゃうことが多くてね、結局ここに戻ってきちゃうって感じなんですよね。また来たいと思います。4年ぶりでしたかね。美味しかったです。阿部でした。ご視聴ありがとうございました。